ゲミュンデンは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す市である。ゲミュンデンは、マールブルクの北東を約30キロメートルに位置する。西は、ブルクバルトに接し、北は、ケラーバルトに連なる。町内をボーラ川が流れる。町内でホルツバフ派川がシュバインフェイ川に、シュバインフェイ川がボーラ川に注ぐ。ゲミュンデンは、北はハイナ、東は、 ギルザーベルク、南はボーラタール、西はローゼンタールと境を接する。本市はエルンドーでゲミュンデン、クリューゼン、ヘルベルハウゼン、レーンハウゼン、シッフェルバッハ、ゼーレンの各地区からなる。ゲミュンデンは7つの村落から形成された。ホルツバッハ、ギーベリングスバッハ、ブルクハルツハウゼン、エルンストドルフ、シュタイガースハウゼン、オスターバッハ、 ハッツバッハである。1655年に出版されたマテウス・メイリアンの同版画に描かれたゲミュンデン最初にこの町が記されているのは750年から779年の資料でゼゲムンデという名で記録されている。二度目の文書記録は1223年になされている。1253年にゲミュンデンは初めて詩として記述されている。当時、 ゲミュンデンは、ツイゲンハインに属していた。これは、死の紋章にも示されている。死の紋章には、白地に赤い爪を持つ、頭部が、ヤギの姿をしたオスの鳥が描かれており、その翼の下には六つの突起がある星型が二つ、描かれている。ゲミュンデンは、1450年に、ヘッセン法ハクとなり、その後、ツイゲンハインは断絶した。 この町は16世紀に最盛期を迎えた。1523年に大きな泉が作られ、1541年に学校が設立され、1564年にマルクト広場に面した市役所が建設された。さらに1587年には木管を用いた浄水道が整備された。この頃にユダヤ人墓地も造営された。この墓地は、例えばローゼンタールなどの 近隣のユダヤ人コミュニティもこれを利用した。17世紀及び18世紀の戦争の時代は、交流した文化生活を破壊しただけでなく、厳しい犠牲を強いた。ペストは、住民の2、3を奪い去った。30年戦争や7年戦争での軍の中途にや、金銭要求で、市民は最悪の状態となった。ナポレオンによる、 ベストファーレン王国時代、この町は関東ゲミュンデの首輸となった。1866年の広島戦争後、ゲミュンデンは旧ヘッセンカッセル選定工領と共に、プロイセン王国のヘッセンナッサウ州に編入された。旧ゲミュンデン駅1909年から1914年までに、ボーラタール鉄道が建設され、水道管理協会が組織され、新しい学校が創建された。 ゲミュンデン及びアルテンハイナ、ハルゲハウゼン、ボッケンドルフ、ゼーレン、グリュウゼンへの水の供給は、1910年から1911年に、ゲミュンデンブンストルート水道管理協会によって、キルシュガルテンの水源からゲミュンデンまで建設された、水道を通して行われた。1967年には、キルシュガルテンポンプ場が設けられた。1972年に、 鉄道の旅客営業が廃止された。1980年から1981年にかけての冬に貨物運行も停止され、軌道施設が撤去された。駅舎は現在も残されており、ヘッセン文化財保護法に基づき文化財に指定されて、レストランとして利用されている。1974年1月1日、ヘッセン州の地域再編に伴い、 旧マールブルク軍のシッフェルバッハがゲミュンデン市に合併した。ゲミュンデンの市議会は23議席からなる。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。